はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大食いというか、いや、もちろんね、食べるものはすごく大きいんだけれども、まあ、いつもに比べたら大食いではなくてですね、まあ、皆様に、何これと、食べたいなと思ってね、いただけるような、驚きのあるデカ盛りを食べていこうと思います。今来てるところは、千葉駅の近くでして、ラーメン二郎さんやね、杉田屋さんなんか、人気のね、ラーメン店が数多くある地域なのですが、おそらくね、今日の食材はサムネにも出ているでしょう。一斤ね、丸ごとパンを使った、ワクワクするようなデカ盛りを提供しているお店さんが、こちらの近くにございます。てか、ちょっと待って。地図で見たらさ、ここっていう位置を、この区画一周したんだけど、お店がわかんねえな。見過ごしたかもしれない。あ、お店ありましたよ。ということで、本日ね、お伺いするお店到着いたしました。こちらのカフェ、六路さんでございます。早速ね、店内に入って、そちらの僕の気になるデカ盛り食べていこうと思います。ということでですね、ただいま店内に入ってきまして、すでにね、注文は終了しておりますが、本日ね、いただくその大きいトースト、それがこちらのカツカレージャンボトーストでございます。特製のね、カレートーストなんですけれども、今回ね、そちらだけではなくて、追加でデザート用に抹茶あずきジャンボトーストも注文いたしました。で、このね、トーストの食べ方いろいろとあるらしいですけれども、まずこちらトーストが来たら、これなんかね、カレーの下にパンが埋まってるみたいでして、そちらをこうほじくって一緒にカレーと食べつつ、最後ね、これ中身を食べきったら追加のトッピングをしていろいろとまた違う味楽しめますし、締めにはですね、甘いトッピングなどをしてデザートにも食べれるということで、書いてある食べ方通りにね、全力で楽しんでいこうかなと思います。確かね、 YouTube ではドラコくんとか大食いだと来てるかな、以前ね、チャレンジとかやってた気がするんだけど、もちろんね、パン以外にもお昼にはこの辺りビーフシチューだったりとかご飯ものもあるみたいなんで、ぜひね、皆様もカフェというかご飯としてでもね、ご利用いただければと思います。ということでですね、ただいまこちら到着いたしました。これ見てよ、やばいでしょ。いや、実物はね、めちゃくちゃでかいんだよ。でかいんだけど、僕のね、顔が大きいので分かりにくいと思いますが、普通の方だったら1個で腹パンパン間違いなしのデカ盛りでございます。で、セットでね、これサラダもつきまして、ドリンクもついております。ありがとうございます。ありがとうございます。注文していたこちら甘い方のあずき抹茶もね、到着いたしましたんで、ちょっとこれアイスとかも乗ってますし、溶けちゃうのもったいないんで、早速このカツカレーからね、いただいていこうと思います。いただきます。とまずパンいきたいんだけど、もうカツがさ、これぎっしり入ってますから、一旦ですね、このカツのみでいきたいと思います。うまそう。いただきます。うん、カツサクサクだわ。そしたらちょっとこんな感じでね、まあそろそろこれフォーク入れる隙間もできましたんで、パンね、ほじくって一緒に食べていきたいと思います。はい、これね、パンとともにいかがでしょうか。もうこのしみしみのパンよ、絶対うまいから。いただきます。うまっ。うまっ。このカレーしみしみのパンがさ、これうまくないわけないよね。ちょっとこの飯は贅沢だわ。ちょっと見た目が魅力すぎて、サラダ忘れてました。すいません。今ねこんな感じで中身のパンとカレーはもうほぼほぼ綺麗に完食しました。食べ方的にはねこっから追加をしていく感じなんだけど、一旦さカリカリサクサクのちょっとパンいっていい？うん、耳までうまいわ。追加なくても十分これだけでうまいわ。そしたらこの辺りでそろそろねもうカレーついてるところも少なくなってきたので、ルーとかも追加できるらしいので追加のカレールーお願いしてみましょう。いやでも今ちょっとねルー頼んだんですけどパンがうまいからついてなくてもねいけちゃうのね。でもこのパンがうまいってことはもちろんこちら甘いもん絶対うまいんで、この後楽しみなんだよね。すいません、カレーです。ありがとうございます、はい、今ね追加でカレールーいただきました。これ追加で一応150円で結構な量が入ってるんで残りのパンには十分な気がします。うわ、こちらも豪快にちょっとかぶりついちゃいましょう。うんうん、うん、これ今もうすぐねこれ一気に食べきりそうだけど食べ応え抜群だわ。うん、やっぱいつもの麺とかご飯に比べてもお腹の中ですごい膨らむ感じがあるね。うん、もうね俺気づいたら最後ですよ。ルーもほぼ綺麗になくなりまして、そこのカレートーストいただきたいと思います。ということでただいまですねこちらカレートースト完食させていただきました。続いてはですね締めにこちらの甘いトーストいただきたいと思います。これもステインですね、生クリーム2つ追加トッピングさせていただいておりまして、一気に食べた後に締める量ではないね。ちなみにねこちらのろくろさんでは店内や表でもスイーツ、持ち帰り用かな、多分店内でも食べれると思うんだけど販売しておりまして、そういったお店なのでもちろんねこういったスイーツ系も絶対に美味しいということで、いやーどうやって食べようかな。追加させていただいた生クリーム合わせてよ、うわこれどうでしょう。シロップと小豆生クリームを添えて、これはねもう絶対にうまいと思いますがいただきます。んはい、うまい、うますぎるわ。これはねもう追加を前提で生クリームとかアイスとか惜しまずに一口にドバッと入れた方が絶対美味しいわ。うん、スイーツ系になるといわゆるハニトーみたいなことだよね。この年になるとねなかなかハニトーを食うことないから久々に食うんだけど美味しいね。ふわふわの生地に合うわ。今ねこんな感じで中身ほぼほぼ完食いたしました。この後はねこの皮を食べる感じなので、またですねいろいろと追加して食べていきたいと思います。追加ね来る間にかけやすいようにばらしていきますか。さっきカツカレー食べて思ったのが、中側のふわふわの生地も美味しいんだけど、もうサクサクでね、香りが良くなって、外側の耳の部分、これもねまたうまいね。そしたらですね、ただいま追加の耳用のトッピングが到着いたしました。まず追加したこれ小豆かけまして、生クリームとアイスクリームと、最後にはこちらシロップを追加で、うわー、これで最後は締めたいと思います。もう手でいっちゃうか。もうこれに関しては締めというか、ずっとメインよね。うまい。今まだね2022年の12月なんだけど、やっぱりね年末はちょっといろいろお仕事も私生活もねバタバタとすることが多いので、甘いもの食べると癒されるね。糖分が体に染み渡るわ。でもなんかこうやって喫茶店とかカフェに来ると大人になったような気がするね。やっぱり若い時はがっつりとしたご飯が食べれるお店、まあ、そういったとこばっかしか行かないから、まあもうね23年の3月で僕も32なんでね、こういったところもね来れるような大人になった方がいいよね。うん、でもこのさ、おしゃれな店内でよっておしゃれな料理を今僕手づかみで食べてるじゃない。絶対コメント欄で怒られる気がするけど、ごめん、許してください。まだまだねそこまで大人の階段を登れてないかもしれない。ということでですね、こちら最後一口でいただきたいと思います。美味しかった。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちらカフェろくろさんで大きいこのトースト2種類ですね食べてまいりました。僕に関しては1種類こう主食系で、もう1種類がスイーツ系としていただきましたけれども、レギュラートーストであれば1種類でもねトッピング次第でメインからデザートまで楽しめますので、是非ね皆様もこちらのろくろさんで美味しいこのトースト食べてみてください。なんかこうやってカフェで美味しいものをいただいて、僕も一つ大人になった気もしますし、逆にわんぱくになった気もします。まあ年末にいいお仕事ができました。23年も楽しく頑張りましょう。はい。ということで、以前からですねコメントにもよくいただいていた皆様のねコメント返信をしてほしいという、ご意見にね沿いまして、僕もね、皆さんのコメントに返信させていただこうかなと思います。ということで、本日から始まる米編コーナーということで、継続はしたいんだけど、自分が辛くなって、もしやめてしまったらすいません。ちょっとね、他の YouTuber さんとは違って、別にね、面白い話とかをするわけではないので、なんとなくね、ながら聞きしていただければいいかなとは思います。今回の米編はですね、前回投稿させていただきました武蔵屋なります店さんから引用させていただきます。まずはじめにですね、一番多かったこのコメントは見逃せないということで、案の定ねこれ BGM の件よ。僕がね撮影してる時って案外店内で鳴ってる音楽とかって気づかないもんなんだけど、自分でね編集してる時にこの音楽流れてることに気づいて、めちゃくちゃ僕も笑いました。米書き込んでる瞬間のこの BGM ぴったりすぎて、これやばいなと思ったんで、なんかね、今ね、ショートとかも流行ってるじゃないですか。で、僕とかなんかは全然やってないので、確かにこう、ラーメンすすってるシーンとか、米書き込んでるシーンにこの BGM 乗せて、これショートとか作ったら、確かに面白いなという、いい意見いただきましたんで、僕もね、参考にさせていただきます。そしたら、続いてのコメント紹介させていただきます。僕もよくこのビビンバ丼やりますよっていう同志の方からのコメントなんですけど、本当にね、このビビンバ丼めちゃくちゃうまいです。武蔵屋さんだけなのかな。他店とかではなかなかね、一味の醤油漬けとかもちろんないお店もいっぱいあるんだけれども、結局ね、家系の卓上メニューってかなりね、種類が豊富なところが多いので、ぜひね、皆さんも既存のメニューだけではなくて、ちょっとね、自分のアレンジをした丼とか、もちろんね、ラーメンも含めて味変してもらって、いろいろね、楽しんでいただけると、家系のこの一番の楽しみ方がね、できるかなと思いますんで、ぜひね、これ、私やったことないよって方は、この動画を見てもらって、参考にっていうのもちょっとね、言い方が良くないかもしれないんだけれども、なんかね、いいなぁと思うことがあればね、ぜひ真似してみて、美味しくね、食べてみてください。そしたら本日最後に紹介させていただくコメントがこちら。デカ盛り大口で集客したんだからやってほしいな、またということで。今でも大口ではあるので、それはいいとしてよ。もともとね、僕も大食い、デカ盛り、チャレンジメニューをメインとしたチャンネルとしてね、活動して、皆様それを見たいと思ってね、来てくださってる方が多かったので、こういったね、ご意見、本当にごもっともだなというところではあるんですけど、ただ、やっぱりね、ちょっとテレビとは違って、YouTube のいいところ、かつ悪いところだと思うんだけど、一生ね、動画、映像がね、残っちゃうところがあるんですよね。やっぱりテレビと違って一瞬だけではないので、そうすると、どうしてもそのデカ盛りのお店とかチャレンジメニューのお店っていうイメージがそのお店についてしまって、なんかこう、そのお店にさ、行きたいなっていう意欲が湧きにくかったりすると思うんですよ。だってやっぱ普通の方というか、実際にね、ご飯食べに行った時に、そういうデカ盛りとかチャレンジメニューって皆様食べられないじゃないですか。で、僕の動画としては、基本的にはね、見てもらって、美味しそうと思ってもらって、かつ、このお店行きたいなって思ってもらうためにね、こうやってるような部分があるので、もちろん既存のメニューとしてチャレンジメニューとかデカ盛りがあるお店は今後ももちろんやっていくつもりではあるんですけれども、ただ、お店にね、お願いをしてデカ盛りを作ってもらうとか、そういったことはね、今後極力避けていこうかなと思っております。なのでね、もちろん今後一生やりませんっていうことではないんですけれども、当初に比べたら、もちろんそういったデカ盛りの本数も減るかなとは思いますし、そういったね、メニューがあるお店であっても、まずね、通常メニューをいただいて皆様に紹介した後に、できればね、そういったデカ盛りをやっていくような活動にシフトチェンジというか方向転換できればいいかなと思っております。デカ盛りとかを食べてすげえな、こいつやべえなっていうのをもちろん見たいって方も多数いると思うのでね、そういった方にはちょっとね、ご不便かけちゃうかもしれないんですけれども、それと合わせてね、美味しそうとか、このお店行きたいっていう気持ちになるような動画も作っていきますよっていうことはご理解いただけると嬉しいかなと思います。ということで、第1回目の米編コーナーはこの辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、一発目なんで、やめ方がわかりません。はい。